取材の皆さん、こっちだ、こっちだ。お父さん、気をつけて。こりゃ深いっすね。一週間ほど前にキノコ取りが見つけてな。穴のエッジがあまり崩れておらんから、多分梅雨明け以降にできたものだと思われる。今年は早かったから7月1日以降ですかね。それはわからん。しかしわしの専門分野で不思議なことがあってな。いや、それだったらここが震源地として記録に残るはずなんやが、その地震には震源がなかったんじゃ。は？言うなれば、熊本市全体が同時に揺れたんじゃ。ありえない。それは科学の常識じゃ。だからこそ皆さんにも見てもらおうと思ってここに呼んだんじゃ。すまんがな、その話はしないでほしいのでな。どうしたんでしょう。父から聞いたわ。いろいろ動いてくれたんだってね、なすび頭のくせに。家にはいられないわ。私は殺されたのよ。理由はわからない。私は西原坂のあたりで調査をしていて。急に後ろから首に何かが。それで気を失って。
わからない、虹原坂で蘇るまで意識がなかったんだもの。その前しばらく誰かにつけ回されていたから、ストーカーかしら。いずれにしろ犯人の正体が不明のうちは家族に迷惑がかかる可能性があるわ。佐伯くんは迷惑？ありがたいわ、聞き込みにもなるし。じゃない。ヒゲの男がキノコを踏んでピョーンってやつ、よくやったわ。そのゲーム会社違いますよ。知ってるわよ、市電通りにあるから有名よ。ちょっと見学したいわ。あれ、確か田原さんはよみがえりじゃないから取材にならないんじゃ。そういえばゲームの広告出すんでしたよね。お疲れのところ申し訳ないんすけど。電話で話した通りですよ。融資が受けられなくなった。契約不履行とか訴訟とか、そういうことは弁護士に言ってくれ。先輩、どうします？さすが新聞さんと銀行は耳が早いな。今となっては田原の言うことを聞いておくんだった。田原さんは首にしちまったよ。後任の男が産業スパイで、数名の社員が辞め、ほとんど同じゲームが他社から出ることに。ひどい話。ゲームシステムには著作権がないからな。外部の人間を使うにはセキュリティが甘すぎた。その上、たちの悪いバグを仕込まれたらしい。悪い冗談だぜ。テストプレイをしてたら、ネットの中から妻が話しかけてきた。え？確か奥さんは去年、交通事故で亡くなられたんじゃ。そうだよ。それなのに、ネットゲームの中で。
そんなことを言ってきやがる。一瞬本気であいつかと思い、癒されかかっている自分が、いや、癒されたがっている自分に気がついて寒気がしたぜ。産業スパイが入れたに違いない。実に悪質ないたずらだ。そんなものの言うことを聞けるわけないじゃないか。でもやめられない。今では一日中あいつを探してる。でももう見つからない。私初対面だからずっと黙ってたけど、ちょっと、そっちじゃないわよ。子供産んだばかりだもん。七海さんはまだ入院中でしょ。だったら熊本大附属病院じゃない。いらっしゃい。あら、佐伯さんの妹さん。いえ、私、佐伯くんの幼馴染なんです。ああ、そうなの。よみがえりの方ね。目を見ればわかるわ。はい。あ、ここから赤ちゃんが見れるんですね。ええ、ガラス越しでなんだけど。ほら、この子がうちの子なの。考えてくれてるんだけど、なかなかいいのが見つからなくて、まだ決まってないのよ。
ご主人、今日はまだ来てないんすか？来てますよ。今ちょっとトイレに行ったんだけど、ちょっと長いみたいね。それじゃあ新米ママさんをあんまり疲れさせても悪いから、そろそろ帰りますね。ありがとうございます。今度ぜひうちに寄ってくださいね。しかしまあ、取材してるといろんな人がいますね。今回の取材はどんな人なの？ああ、いいおじいさんですよ。太田倉教授ね。私は行かない方がいいかもね。え？なんでですか？私たちよみがえりにとって最も脅威なの全調節よ。その急先鋒にいるのが熊本大学物理学名誉教授太田倉さんなのよ。え？この間会った時はそうじゃなかったのに。よみがえりを隠るし、科学的な検査、かなり過酷なものを行うよう主張しているわ。でもそれには一理あるんじゃ。あ、ごめんなさい。責任重大なんすね。怖いっすね。あなたもよみがえりが私が怖い？でも、
やだな先輩、赤くなるくらいなら黙ってろって。ほんとバカなこと言ってんじゃないわよ。私は行かない方がいいんじゃない？少なくとも正体明かさない方がいいっすよね。わかったわ。あなたの言う通りにするわ。しまーす。電話でアポあったと思うんすけど、新聞の取材のもんす。あー、いらっしゃい。年寄りの一人暮らしなもんで、大したおもてなしもできんが。ああ、娘は結婚して別に住んでおってな。こんな偏屈じじいと一緒に住むのは嫌だとさ。もうお父さんたら、人様が聞いたら何と思われるか。本当に偏屈じじいでしてね。何度一緒に住もうと言っても聞かないんですよ。お茶の用意は次の間にしておきましたからね。それではどうぞごゆっくり。なんか想像してたのと違うわね。もっと本当の偏屈じじいかと。語りたくないな。プライベートなことでもあるし、他人が聞いたらたわいもないことかもしれんからな。分かっておったよ。ハチと同じ雰囲気があるからな。わしも何も蘇りが全員最初から積極的な悪意を持っているとは言わん。ハチって誰ですか？悪いがまたの日にしてくれんかな。今日は話す気が起こらん。ここは西原坂じゃないですか。私、ここに調査に来ていて、殺されたの。殺された？調査って、何の？私、大学で民族学を専攻していたんだけど。熊本って、不思議な土地で、人が生き返ってきた話が昔から多いのよ。だけど量が多い上に記録も詳細なの。近代以降の例も結構あるわ。私はその資料を調べていて、さらに面白いことを発見したの。地震の後に必ず蘇生の話が出てくるのよ。最新データは昭和以降よ。
その当時の蘇生者の親族があの家に住んでいたのよ。私はあの家の人たちにインタビューに行ったのだけれど、それがダメなのよ。見て。ここはよみがえりが行動できる限界なのよ。あの家には行けないわ。いや、くすみさん、一瞬幽霊かと。はどうします先輩。